この3つをこうねじります。ねじりましたら最初の玉をこの中に入れます。ね、顔に見えます？顔に見えますよね。そうしましたらこの風船を緑の風船にここに絡めます。絡めましたらこうねじります、ね、ねじりましたらこうもう一回通します。中見えますよ ね、 ね、これ食べ物なんですけど何見ます？そう、ピンポン正解、バナナ。じゃあこの緑の風船にこのバナナをつける、ね、そうしましたらこのピンクの動物、何の動物だか分かります？お猿？英語でなんていうの？あ、そう、モンキーってよく言ってました。ということはバナナとお猿のモンキーで、これはバナナモンキーと申しますけどね。手びれスティックで回しまして、1本の棒で、ね、2本のスティックで操る。3回転。あれ、なんか棒ができた、棒が。あれ、棒ができた、これ。あれ、棒が出てきた。あ、そして声がするけど、孫にひごい、子供がになった。ね、まだまだ私のたまたまこんな棒が出てまいりました。まだ上へ伸びております。おお、どんどん上へ伸びております。おお、まずの小さなたまたまから、こんな棒が出てまいりました。おお、私の小さなたまたまから、こんな太くて、こんな丈夫で、こんな長い棒が出てまいりました。不思議だった？不思議だったら手をたたこ。不思議だったら手をたたこ。不思議だったら態度で示そうよ。ほらみんなで手をたたこ。あれ風船が一人に浮かんでおります。もう風に揺られながらも上へ上へと伸びております。まだまだ伸びます。おお、風に揺られながら気持ちよく桜の中で、おお、大丈夫大丈夫、ここまで伸びた。おお、こんな大きくなっちゃった。これね、こんな大きくなっちゃった。このはい、これが中国語、西洋でやると申しますよね。ね、簡単な技はキャッチングっていうの、これ一回で通るんだ。足通り、はい、右足、はい、交互。さあ、さらに難しいな、背中、ここに箱がございます。そして箱の中に色のついた液体を入れます。はい、入りました。そして箱の中に液体を入れます。はい、蓋をします。さあ、ここからです。逆さまにします。はい、一回転させます。さらに回転を反対にします。よいしょ。はい、あ、よかったここに黄色い筒がございます。そして赤い筒がございます。赤い筒ね、はい、
この中に黄色いハンカチを入れます。赤いハンカチを入れます。はい、今見て何が入ってるか分かりますよね。下が、はい、黄色いハンカチ、そして赤いハンカチ、もう一回かぶせます。さらに筒をかぶせて、え？さあハンカチが2枚。ハンカチ、黄色いハンカチ、赤いハンカチ、はい、ありがとうございます。はい、このボールをこの中に入れてきます。よく順番を覚えてください。えらいね、ちゃんと。はい、赤。はい、今一番下何色が入ってると思いますかね。緑。はい、やっぱり緑ね。はい、はい、緑色に見えますかね。はい、今度は緑、黄色、この赤色はもったいぶいてこの箱の中に入れておきます。で、箱の中に、よいしょ、はい、入れます。入りました。そしてこの箱の中からこちらへ一瞬に移します。まだ映ってないからね。はい、いいですか、一瞬ですから撮ったのよく見ててね。はい、ワンツーの、はい、もうこちらへ一瞬に移りましたね。はい、はい。あ、そうそう、扇子ってね、開いてやらないと風がこちらに来ない。え、今おじさんこのまま行っちゃってね、ごめん。やっぱり開いて風がこちらに行くように、さらにちょっと遠かった、もうちょっと近くでやる、ね、あ、もっと上で、よし、今度は入ったと思う。いいですか。おお、はい、拍手ありがとうございます、ね、もちろん入ったからね、こちらからこちらへ移ったということでね、これが空になっていれば、はい、そういうことでね、はい、なんで風船ですから、果てる時もあります。